キム・スタンリー・ロビンソンはアメリカ合衆国の SF 作家であり多くの賞を受賞した火星三部作で最もよく知られている。彼の作品は通常生態学的で社会学的なテーマを掘り下げる。彼の小説の多くは自身の科学的興味の直接的結果のように思われる。彼の最も有名な作品も15年にわたる 研究と子供の頃からの火星に対する興味の結果と言えよう。ロビンソンの作品を評論家は文学的な SF 小説と分類する。イリノイ州オーキーガンで生まれ南カリフォルニアで育った。1974年、彼は文学士としてカリフォルニア大学サンディエゴ校を卒業。1975年にボストン大学で英文学の修士号を得た。 1982年にはカリフォルニア大学サンディエゴ校で英文学の博士号を得た。その時の博士論文ザ・ノベルズ・オブ・フィリップ・ケイ・ディックは1984年に出版された。自らは登山家ではなくバックパッカーだとしているが、登山はいくつかの作品で扱われており、例えば南極大陸、火星三部作、40サインズ・オブ・レイン、エスケープ・フロム・カトマンドゥーで顕著である。 1982年、彼は環境科学者のリザ・ハウランド・ノルと結婚し、二人の息子を育てている。ロビンソンはかつてカリフォルニア州、ワシントン DC、スイスに住んでいた。現在はカリフォルニア州デービスに住んでいる。2009年にはクラリオンワークショップで講師を務めた。2010年、オーストラリアのメルボルンで開催された第68回。 ワールドコンのゲストオブオナーとして招かれた。2011年4月、カリフォルニア大学サンタクルーズ校で開催された第2回、リースンキングキャピタリズム会議に出席した。そこでは、資本主義の周期的性質についての話をしている。スリーカラフォーニアストリロジーとも呼ばれている。荒れた岸辺、ゴールドコースとパシフィックエッジの3作で構成されている。 一般的意味では三部作とは言えず、ストーリーに関連性はない。この三作はカリフォルニアの三つの異なる未来を描いたものと言える。荒れた岸ベは各戦争によって全土が荒廃したアメリカ合衆国で文明を取り戻すために奮闘するカリフォルニアを描いている。ゴールドコーストは過剰に工業化され、テクノロジーにますます依存するようになったカリフォルニアを描き、 軍需企業とテロリストの戦いによって分裂状態となったカリフォルニアを描いている。パシフィックエッジは生態学的に正気になったカリフォルニアを描いており、正しい習慣がノルマとなり、過去の傷跡がゆっくり癒されている。もともとは無関係な3作品だったが、まとめると一つの主張が見えてくる。一作目では、 テクノロジーの欠如により人間性が損なわれることを示し、2作目では過剰なテクノロジーによってほとんど完全に人間性が失われることを示し、3作目ではその2つの間の妥協案を提示している。3作目はユートピア小説だが、そこには依然として衝突や悲劇がある。3作に共通して登場する人物がおり、3つの選択肢が どういう意味を持つのかを把握するのに役立つ。ロビンソンの最も有名な作品である。火星に科学者や技術者が初めて入植する様を描くという SF 作品である。レッドマーズ、グリーンマーズ、ブルーマーズの3作品からなり、題名の色がこの3部作での火星の変化を表している。2027年、火星への最初の植民団が、 地球から飛び立つところから始まり、200年に及ぶ未来史となっている。最終的に火星は地球化され多くの人々が住むようになり、政治的にも社会的にも多様化する。様々な登場人物の人生が折り重なるように描かれている。科学、社会学、政治学を深く掘り下げており、物語の進展とともに発展していく。 ロビンソンが科学とテクノロジーを愛していることは明らかだが人間性という大きな柱とのバランスをとっている。ロビンソンが特に興味を持って描いたのは生態学的持続可能性、性的ふたまり、科学的方法である。ザ・マーシャンズは火星三部作の世界と登場人物を扱った短編集である。また、アレクサンドル・ウィンによって開発、運営されている。 スマートフォンタブレット向けシミュレーションゲームテレジェニシスは本作にインスピレーションを得て開発されたと公式に表明している。南極大陸は火星三部作と設定は異なるが多くの点で似ている。舞台は題名にある通り氷の大陸であり、時代設定も現代に近いが、隔離された環境に置かれた科学者たちという状況は同じで。 登場人物の個性ややりとりを重視する描き方やテーマも似ている。ロビンソンのその後の作品と同様、生態学的持続可能性が主要なテーマとなっている。南極条約の執行に触発され、資源を獲得しようと企業が南極に関心を持ったことから様々な出来事が発生していく。The Years of Rice and s l は歴史改変 SF であり、 ペストによってヨーロッパの人口の99%が死滅し、アジア系民族が優勢となった世界を描いている。少数の登場人物が輪廻転生を繰り返す様を通して歴史を描いている。特にイスラム、中国、ヒンドゥーの文化や哲学を描いている。40 signs of rain, 50 degrees below, 60 days and counting の3作がある。 地球温暖化の行く末を描いた作品群で主要登場人物はアメリカ国立科学財団で働く数名の人物とその関係者である。仏教哲学が一つのテーマとなっており、それを代表する登場人物としてガンジス川、デルタ地帯の架空の小国から来た外交官が登場する。その国は海面上昇によって危機に瀕している。 事実上ロビンソンの小説はすべて生態学的な側面を持っており、それは疑いもなく彼の主要なテーマである。オレンジカウンティ三部作では、技術と自然の交差のあり方、特にその二つのバランスの保ち方が主題である。火星三部作では、テラフォーミングについての考え方の違いから、人々がグループに分かれていく様を描く。特に作中で、 議論されているのは、一見して、不毛な火星の荒野に、地球の生態圏のように生態学的、または、スピリチュアルな価値を持っているかどうかである。ーティーサインズ・オブレインでは、生態学がテーマであり、地球温暖化問題を扱っている。ベイリアーナー・ーキスト・ブックフェアにて、実著の社会的テーマについて語る、キム・スタンリー・ロビンソン・ロビンソンの作品はしばしば、 現代の資本主義社会への代案を提示する。火星三部作では、資本主義を封建主義の成長したものと捉え、未来ではもっと民主主義的な経済システムに置き換えられるという考えが出てくる。グリーンマーズとブルーマーズでは、企業を代替するものとして、労働者による所有や、生活共同組合を描いている。オレンジカウンティ三部作でも同様で、パシフィックエッジでは、 社会的な平等主義を促進するために企業の支配の背景となっている法律的枠組みを攻撃するアイデアが出てくる。ロビンソンの作品では個人主義や企業家精神を特徴とする環境において世界を守り強化しようと奮闘する主人公を描くことが多く、その環境で働く企業の政治的または経済的な権威主義に直面することが多い。 反資本主義者と言われており、社会主義体制によく似た理想を掲げた、フロンティア資本主義の一形態を描くことが多く、既存の派遣主義的企業による資本主義と対立する。特に火星三部作に登場する火星の憲法は、社会民主主義思想に沿ったもので、政治経済活動における住民参加要素を明確に強調している。ロビンソンの作品における環境的、経済的、 社会的テーマは、かつて SF 作家に多かったリバタリアン SF と対比される。彼の作品は、アーシュラケールイコールグウィンの所有せざる人々以来の反資本主義によるユートピアを描いて成功した作品と言われている。ロビンソンの作品では、未来の科学者を主人公とすることが多い。主人公は冒険やアクションを行うわけでもなく、平凡な科学者として行動する。 そして科学的発見をすることで重要人物となり、他の科学者と協力し、政治に働きかけ、後人となっていく。火星三部作や The Years of Rice and s l では、科学者は自らの発見について一般にそれを理解させ、どう応用するかを決めることに責任を持っているという考え方が根底にある。ロビンソンの作品に登場する科学者は、環境上、または 技術上の重要な問題について、政策を導くのに最も適した人物として描かれ、一方で、政治家はその問題に対して無力だという描かれ方をする。ロビンソンは主要な SF の賞を11回以上受賞しており、ノミネートは29回以上に上る。ありがとうございます。